ね。はい。ブレイド。はい。え。お。待って、もうワールド2だけど、え、これワールド1だった。アイテムとか全部取れって言ってたじゃん。じゃあ2から、多分2からや。2から、あ、ジグソーパズル、あ、怖い、取った。あ、でもこれ1個目じゃん。あ、もう1個ある。あ、やべ、あー、え、あ、もう違う。あ、おはぁ、すげえ。おそういうことだ。今、あー、くそー、これ無理だよ。ちょっと待って、これいけんのかな。きた、おすごいやってりゃできるもんだ。ほっ、これ手に入る。ちょっと、絶対ない。絶対ないよね。せい、わ、鍵持ってる。待って待って、これ鍵ゲットした瞬間に、よいしょ、無理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 、あいつも戻ってくる。これ、あっ、鍵持ってる。これきた。そういうこともあんだ。あっ、すー、来てた。これすごいかかった。何これ、あいつなんであそこにいんだよ。はい、かかかか、あー、はい、かか、何してんの、やばくね。もうワールド1もクリアしてない。ワールド1って何なの。来た来た。時間操作の影響を受けない例の緑の足場を絶妙な感じであれして撮る。ちょっと待って、上がってるから、もう早く来いよ。あいつ、え、ちょっと、ま、何、うわぁ、しまった、あ、行っちゃう、行っちゃった。まあいいや、ちょっととりあえず行ってみよう。そっから考えよう。ほら、あ、それを使わないと。おいで、あれ戻しいの。うわ、ちょっと、あ、あ、それがあるんだ。超頭良くない？ちょっと待って、でもこれさ、ちょっと早く行かないと。今の早く行かない。いや、違う違う違う、ごめんごめんごめん。今自分でもどうしたらどうか分かんない。ごめんごめん。待たなきゃいけないんだ。はい、やばい、ちょっと待って。で、はい、かかく、はい、戻って戻って戻って、はい、鍵開けようよ。鍵を持ってるっていうことが私にとっては嫌だ。おお、鍵開けらんねえ。そいつがないとダメなんだ。いや、しんどし。えいで。鍵を開けたの、鍵は。待って。早く戻って、何してんの。あ、そっちじゃないんだけど。うわー、いいのか、いいのか、いいのか。お、いいのか、これ、いいのか、よくねえな。一回あっち行ってからまたこっち来てみたいなことしなきゃいけないんだ、これ。そうだよね、スタートをこっちからでこうでしょ、しなきゃいけないんだよね。
パジマもゆっくり楽しむもんなんだよ。でここにしといて、そうそうそう、で私が戻ればいいんじゃない。一応行った方がいいんじゃない。ここに行って、これいいんじゃない。そうすると、ダメか。ダメだと思う。あ、ちょっと待ってなきゃダメ。危ねえ、怖い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 。待ってて、分かってる、私のせいじゃないから、これは。で、早く戻って。はい、おい鍵片手っていうのがもうプレッシャーでしょうがないんだよ。で鍵開けていい先、もうすぐ鍵を持ってるっていうことがもうダメなの。鍵を持ってるっていうのはもうすごいことだからさ、それがもうプレッシャーでしょうがないよ。よし、やばいこれ。ちょっと待って、ちょっと、あ、そう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 、ダメだダメだ、これダメだ、戻って。もう身軽だから、でも鍵持ってないからさ、やばくね。もうワールド1もクリアしてない。ワールド1って何なの。走れ。これがもう全力なの、この人の。すぐ戻すまないとかなる。この鍵を持ってないっていうだけでこの動きだから、あーもうすごい、このめんどくさい。とりあえずワールド出て2で取りこぼしてきてるから、すごく2を、うん、あは2のパズル。じゃあもうとりあえずもう行こ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 う。え、どこでピースが足んない、どのピースが足んない。あ、これ、あ、ちょっと知って、ポリス、ポリス、え、使う、だってもうほら、よし、ポリス、ポリス。無理だから進めってこと？あそこにもあるんだ。え？これさっきもこのえってなったよね、ここでしたじゃん、ここでえって。ちょっと、いいね、うまいな。わっ、これちょっと厳しいんじゃない？ってことだよね。ちょっとやっちゃったな、これ難しいな。よいしょ、あーちょっとこれやばい、もうそんな経って、あーもうヒントになってなかったよ、これ。なんだよ。じゃあそれ分かる。から取れ、あのピースは欲しいけども、いけないんだもん。は？いやもう分かんないよこれ。え、ほんの戻っ、ああ普通に倒した。よし、普通に倒した。え、高いところから飛ぶとその分反動がみたいなこと。え、何今、何、高いところから飛ぶとその分ビャーン行くんじゃない。うっ、うん、やった、でも戻んなきゃ。大丈夫、こいつが落ちてくれればいいんでしょ。ちょっと待って、どうしたらいいんだろう。これ落とさないと。
ちょっととりあえず組んでみよう。ピン。靴だ。そこだ。あ、靴だ。こっち。靴だ。はいはいはい。誰？来た来た来た。誰？わかんないよ。ちょっと待って、これどうするの？え、もうこのステージこの2枚だけだよ。これは…わかんねえ、これ。これなんだ？これもわかんないよ、だって。え、なんだと思う？逆に。じゃあ、こいつは頑張って落とすしかないんだろうね。落とさないんじゃない？落とさない。なんだろう。あ、あ、え、なに、どうした。おっと、これ乗れる。ということは錯覚。これつかみの。あ、そういうことだ。これすごいね。これ頭がいいね。もうちょっと、もうちょっとこっちか。頭がいいっていうか発想がすごいね。これはすごいね。あ、いやいやいや、もうすぐだから。すぐだから。来た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 、これ来た。これで落とすよ。あ、来た。 あ、もうちょっとだから。ほら、 X ボタン押してキル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 。嘘。あ、はい、面白かったです。いや、だってもう最後まで行きたかったでしょ。普通に最後まで行って、いや気持ちいいみたいな感じだったのに、あの最後の最後で止めちゃうっていうのはね、結構でもすごい考えられてて面白いゲームだなと思いました。なんか絵本みたいですよね。小さい子でもちょっとできそうな感じがあって、私はいいなと思ったんですけど、ただ謎解きがね、あの解けた時すごい気持ちよくていいなと思いました。はいはい、うんうん、全然見てないから分かんない。あ、そうなん。あ、分かりづらいところが多々。へえ。うんうん。え、うん、ええー、うん、うんうん、おお、うん、うん、うん、いつ配信日、いつ、うん、ひでえやつだ。いや、すごい深いゲームなんだな。まあね、ぜひね、やってみてっていうことですよね。まあ皆さんもすごい気になったと思いますので、私もクリアをしたいなと思いますので、皆さんもぜひぜひクリアして謎を確かめましょうね。ちょっと気になる、深いんですね。ちょっとじゃあぜひぜひやってみたいと思います。いや、ありがとうございました。ではまた。